ノーバレンダは日本の競争は主なカチクラは2018年の全日本2歳優秀。場名の意味はポルトガル語で新しい伝説。伝説になるような活躍を願って、2016年2月9日に北海道阿ビラ町の農山ファームで誕生。一口馬主法人、キャロットクラブから総額2800万円で募集された。 2018年9月29日阪神の2歳新馬戦でデビューしたが、波行により競争中止のアクシデントに見舞われる。2週間後の10月13日新潟の2歳未勝利戦では、道中2番手追走から直線で後続を突き放して2戦目で初勝利を飾る。3戦目の持ちの起象では2番手でレースを進めると、直線で抜け出して逃げ粘るダンサーバローズに4馬審査を、 つけ圧勝する。十二月十九日の全日本二歳優勝では、先段大気から三コーナーで先頭に立つと、最後は、デルマルーブルの追撃を、頭さ振り切って J プニー初制覇を果たした。また、安状の北村智和、斉藤隆史長教師にとっても初の GI、J プニー級制覇となった。三歳初戦となった三月三十一日の、伏了ステークスは5着、続く、 ユニコーンステークスは9着と惨敗。休養を挟み、10月の白山大賞店は3着と、高層したが、宮古ステークスは14着、福島民誘カップは5着に終わる。2020年初戦の佐賀記念では3着、二川ステークスでは6着に敗れる。その後、長期休養に入り、2021年6月5日のアハルテケステークスで復帰したが12着と大敗。 8月14日のアソステイクスでも15着となり、同年8月18日付で JRA の競争場登録を抹消され、川崎競馬へ移籍することになった。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。